って。あ、はい、始まってまーす。始まってる。はい。もう8時になった。はい、なりました。はい、こんにちは、こんばんは。って言っても、誰も、ありがとうございます。その、Zoom でつながってくれてるお三方。実はですね、まあ、この無料配信ということで、なんかどんなことをすると、おもろいかなとか、なんか僕らしいかなとか、なんか僕自身も楽しめるかなとか、なんかいろんなことをですね、ちょっと、まあ、行き当たりばったりで、毎日いろいろこうやっていきながらに、まあ、その何べんかね、お話ししてる、ちょっとオンラインサロンというのが、なんかちょっとこう、カード会社とか、あの辺がなんか今はもうえらい混んでるみたいで、なんかゴールデンウィーク明けにしかちょっとスタートできなさそうなんで、なんかゴールデンウィーク中も、この無料の模索が続くかなと、手当たり次第でという感じで行く、そんな感じになりそうなんですけど、なんとなく今日ちょっと昼話してて、まあそのね、コロナについて伝って、まあ別に僕は感染症の専門家でもありませんし、まあ、先のことですし、どうなるかわからないんで、まあ、預言者みたいなことも言われへんわけですし、なんかだけど、まあ、喋りながらこれをやりながら、だから僕自身もやっぱ面白いなと思わんな、なんか続けへんかなとも思うし、できたら自分自身も楽しくなるようにと思うと、やっぱり僕こうお顔が何人か見れてないと、なんかこうやっぱ ライブが好きですからですね。一応お三方から何かしらの質問なり、まあね、こうたくさんの方々にバレてもいいよというレベルの、まあ、悩み事相談とかね、なんかそんなのをもらえたりしたら、まあ、僕なりにこうちょっとこう過去のいろんな体験の話出てきたり、講演の中でもね、まあ、今まで喋ってきたような話もまた出てくることもあったり、ちょっと自分自身の引き出しがどんな風にこう開くんかなという、そういうところも実はまあやりながらの僕の楽しみでもあるんでですね、ちょっと今日はお三方、岐阜の方 と福井の方と、あと福岡北九州 の非常にこう何ですか、こわもてのですね、全然得意なタイプじゃないから、はい、だけどオーディオに接続中ですって言ってできたの、まあこのお三方から何かしらのこう投げかけをもらうことについてこう話していこうかなと思う、そういうのを、そうやな、まあ何日かやって3、40分で、いつもなんかこう全然こう僕的に時間が足りないんで、途中で飽きてきた人が、頭、北九州の頭、声が出てないね、頭、声、ミュートになってへんかな、マイクが接続されてないっぽいっす、マイクが接続されてないじゃないですか、マイクまた聞いてた。また聞いてた。まあまあ、なんとか途中で、頭マイクつながってないよ。ということをですね、今日はまあ実は告知では、ちょっと YouTube で、やりますということは、お知らせが Facebook で流れたかと思うんですけど、まあせっかくなんで、Facebook でのライブ中継も、どうせやったらやろうぜっていうことで、まあつい5分前に、強引に行ってるんです、それはそれで映ってるかなとも思うんですけど、映ってますね、はい、でそれと、まあ、Facebook の方やこの YouTube で見ていただいている方には、このお三方の声は聞こえへんのを聞こえるように、なんか線を凍ってきたらいけるかもしれんということで、ちょっとあさって以降ぐらいになんかね、Zoom の方の声も皆さんにこう届くようにという環境整備をちょっと整えてみようとは思ってるんですけど、今日はまあまあちょっとやっつけでその質問に対して答えていくということをやっていきたいと思うんですけど、福井の方と北九州の方がどうもうまくつながってないんで岐阜の
名前言っていいんですか。あ、福井の方。福井のさん、福井の方大丈夫？福井の清美さん大丈夫？清美さん。あ、大丈夫。ちょっとさ、あの清美さん、なんか僕のことを知ってくださってまだ日が浅いというお話だったんですけど、聞こえてます？聞こえてる？清美さん聞こえてる？あ、何かこうちょっと ご質問なり何かいただけるのあります？はい、どうぞお願いします。僕は復唱します。はいはい、生きてきて、ああ、今まで僕が生きてきた中で一番辛かったことですか。おお、いい質問っすね。うん、またそれをでちょっと途切れましたけど、うん、ああ、そうですね。何が一番辛かったのかな。まあ、例えばね、その中学生時代に僕あの同級生全員からあの全無視されたことあって、で1年1ヶ月それが続いた、あの時も非常にまあ辛かったですけど、けどやっぱり一番辛かったのはやっぱこう、お金のことで、こう会社がもうまさに倒産寸前のところまで行った、あの時が一番もうどうやっても手の打ちようがなくて、なんかこうどんなことをやってももう出口が見えなかった時が、あの時がなんか僕はやっぱり一番辛かったかなと思うんですけど、だけどそれはまあどういういきさつからそのお金が回らなくなって倒産寸前まで行ったかっていうと、まあ、僕はあの26の時にその結婚式をやるでかいレストランを相当無理をしましてですね、2億円からの借金をして建物を建てて、で一般営業とブライダルをやって、もう最初からもう絶好調でもうノリノリだったんですよ。でそれで正直、まあ、まあ今思えば話は簡単ですけど天狗になってまして、たまたまね開店から3年ぐらい経った頃にもう僕イケイケだったんです、その時は。だけどその時にまあ、ちょっと離れたこう自分のやってるお店から距離も結構離れてて、ちょっと田舎の方で、まあ、大きな、まあ、カラオケボックスが、まあ、潰れましてですね、倒産されて、で、まあ、経営されてた方がちょっと病気でその時亡くなられてですね、で、まあ、そのお金を貸してる方々とか保証人になってる方々とかが、まあ、大変になった時に、まあ、僕にあんだけの大箱をね、要するに、回していけるというかうまく経営できるんあんたぐらいしかおらんのちゃうかみたいなことをこう白羽の矢が立ちましてですね、で、まあ、一瞬ちょっと僕考えたんですけど、けどその時もうそのめちゃくちゃ忙しくて、例えば土曜日曜とかはもう結婚式があってもう当たり前みたいな、で夜ももうパーティーがもう必ずっていうぐらい貸し切りパーティーが何本も入ってくるけど一つしかまあ受けられないんで、なんでそのちょっと離れたところのカラオケボックスをもうドカーンと一気に改装してしまえば、でちょっとしたこうパーティーハウスみたいな形で断ってたお客さんたち全部引き受けられるなと思って、でそれで僕はまあ賞賛あるだろうということで、そこまあ5000万ぐらいの改装費をかけて、やり始めたらのっけからなかなかうまいこといかずにですね、で毎月まあざっとですけど毎月100万以上の赤字をそのお店が新店舗が作ってしまうようになって、で半年経っても1年経ってきてもね、なかなかこのこう利益を出せるというものに近づいていかなくて、それで
もう積もり積もっていった時にもうどん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 ね、そのブライダルのレストランの方は繁盛してるんですけど、その利益は全部その新しい店舗の方の赤字にみんなこう食われていってですね、でも何やってもうまくいかなくなってきた時、もうどん底にどん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 行ってしまって、でまあ1年ちょっとでもうこれ以上やってたらもうほんまにあかんなると思ったから、もうその店もうパッと畳んだんです。で借金だけ作って、で畳んだ、でもその借金の返済もしていかないかな、でその畳んだことによって本店の方にもちょっと悪影響も少し出たりとか、まあそういうことがいろいろあった時にもうね本当にどん詰まりましてですね、お金のことが。でまあ銀行さんに助けてほしかったんですけど、あの時まあ非常に本当に辛いなと思ったのは、僕はなんか銀行って晴れた日にはなんぼでも傘貸してくれるのに、雨降り始めたら取り上げていくねんやって思うぐらいね、もう本当にこう切なくて、でまあもう最終もう何もできなくなってきたんで、もう最後もう待ち金っていうやつね、いわゆるあのカードのアコムとかほのぼのレイクとか、ああいうのこういっぱい竹富士とかね、いっぱいあの頃あったやつのもう片っ端からカードを作りに行ってですね、でもう僕だけじゃ全然間に合わんから、例えば僕の兄弟なり、例えば親なり、もうみんないろんな人間の名前使って、とにかく50万でもとにかく30万でも10万でも、もう何せ借りれるだけ借りんことにはスタッフの給料も払ってやることできひんかったし、あの仕入れるもののお金も支払えなくなってきたりして、でももう悪循環がどん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 もう悪循環にはまってしまってね、で最後の最後、それこそ僕あんまりこういうね公の放送で言うていいかどうか分かりませんけど、例えば反社会的勢力みたいなそういう関係の方からも正直お金を借りたんです。でそこまであの行った時、もう僕本当にもうこれはもういいよいいよあかんなというふうにあの腹くくった最後の1ヶ月ですよ。でその反社の人からお金借りた時も、まあ、実は300万借りたんですけど、もう借りた時点でもう最初に利息を 10% 取られてましてね、で270万円で貸していただいた、で翌月の今日、要するに1ヶ月後に300万耳揃えて持ってこいと、うん、でそれでその時またいろいろ話をしようっていう、そういうことで、ああやっぱりちょっとやっぱその普通の金融とはもう次元が違うなと。でそれこそハンコじゃなくて、実はここの親指にね、あの刃物で傷をつけて、僕あの時血斑っていうのを押したことがあるんです。なんでハンコじゃなくてそっち系はやっぱり血斑なんやなみたいな、もうめっちゃビビりながら270万のお金借りてきて、でそれのおかげで次の1ヶ月はなんとかギリギリしのげるだろうけど、300万円その反社の方に返す見込みは全くなかったんですけど、それでもなんかもうこれ最後の最後のまがきや思ってですね、もう最後夜逃げするしかねえかなぐらいの覚悟まで決めた、その最後の最後のそのね月が始まる前の月末に奇跡が起こったんですよ。っていうのは何が起こったかっていうと、まあいろんなねお肉屋さんとか八百屋さんとか酒屋さんとかいろんなこう業者さんから当然仕入れをして、でこう食ねお料理を出したりとかってレストランですから当然なんですけど、そのね業者さんから一通も請求書が来ないんですよ月末に。ほんでねおかしいなと思って、なんで一通も請求書が来ないんかなと思ってですね、そう普通請求書っていうのは必ず決められた日に届くのが当然なのに来なくて、そしてね僕なんとなくなんやけど一番支払いの金額が多かったのは酒屋さんだったんですね。でそこの酒屋の社長に僕電話をかけて、社長と請求書来ないんですけどっていうことを電話かけたら、お前はほんまにバカ正直な男やなっつってね笑われながら、実はなってわしが止めたんやってこの酒屋さんが言うんですよ。でね、えってなんでって言ったら、お前なとんでもないところまで金借りに行ってるやろって、けど俺はなお前を潰すわけにはいかんって、うん、お前をこんなところで万歳させるわけにはいかんって言うて、だから一回経営を立て直せと、なんで当分の間の業者の支払いは俺が立て替えて払うといたるって、しかもうちが一番支払い大きいと思うから、うちの支払いについてはもっともっと長くな
要するに待っといてあるから這い上がってこいって言ってね、栄の社長に僕言われたんですよ。でなんでそんなことしてくれるんですかって言って聞いたら、これはね僕のそのね池上さんも CD で聞いてくれた中にちょっととても怖い存在みたいなイメージで伝わってると思いますけど、その僕の師匠がね、その僕が若く21で独立してお店をやって、絶対増長するなよ、絶対天狗になったらあかんぞっていう、もうこれを常に僕言われてたんで、なんでちょっとね試行演の中では笑い話みたいに言いますけど、僕最初はほんま商売どうなのかわからんかったんで、21の時でしたし、1万8000円の人ん家の長屋に暮らしながら車も買わずに5年間ひたすら歩いてね、で途中でお風呂屋さんで銭湯で風呂入ってからお店に行って、もう毎日洗面器持って歩いてたんです。でそれをね僕の師匠は続けろってこう言ったんですよ。でね、俺も独立させてもうて離れてんのに、なんでねもうちょっとマシな部屋に住んだらあかんのかとかね、三重県伊勢市なんかの若者で車乗ってないやつなんて一人もおらへんよって、せやのにお前はとにかく歩けってこう言われてね、俺が了解するまで OK 出すまで歩けってこんな風に言われたことがあって、ほいで僕は独立してもなお心の呪縛だけは残ったまんまやなと思いながら洗面器持ってひたすら歩いてたんです、毎日毎日。ほいでお客さんにもよう声かけられて、お前なんでこんなにお客さん来て忙しいのにその洗面器持って歩いてんねんやって言うてもらうようなことから、実はねとっても太い絆を作らせてもらえるようなね、お客さんとの出会いなんかもたくさん、その21や234の頃もねたくさんあったんですけど、でもねその栄の社長はねその当時のことをその時言ったんですよ。わしはなって、あんたが洗面器持って歩いてる姿が未だにまぶたの裏に焼き付いてるよってね、若い子が自分でお店を出したで、まあ最初僕は最初は違う酒屋さんで仕入れをしてたんですよ。だけどそこの違う酒屋さんで仕入れをしてたんやけど、そのもともと仕入れたところの酒屋さんもちょっとねいろいろとバタバタと問題起こって、そこのお店閉店なさったんで、それでその後にお付き合いし始めたのがその助けてくれた酒屋さんにその時つながったんですけど、あの頃からたった10席のお店なのに、あの子はすごい売り上げを上げてよう頑張ってるな、なのに洗面器持って歩いてるっていうね、であんたのその姿、そしてねたった5年経った後の26歳であんなに大きなお店を出して誰もやらないようなレストランウェディングとかをやって、こいつはなんて楽しみな男だろうって、わしはずっと若い頃からお前のこと応援しとったって、けど今回の出店は確かに失敗やったと思うけどね、こんなところでお前潰れちゃいかんって、もっぺんお前なら絶対立て直しができるはずやから、わしが応援するからな、あの大船に乗ったつもりでとにかくその変なとこから借りてるお金をもうすぐに返せって言うて、それで支払いを全くせずにいられたおかげで翌月の決められたあの日に300万持っていけたんです。でそれきっかけで手を切ったんですよね、完全にもう縁切って、でそれで一つずつね、アコムも竹富士もほのぼのレイクももう一つずつ一つずつそれをこう返していくことができて、やがて経営状態が復活したんですよね。なんで僕が一番過去の人生で辛かった出来事は、やっぱり誰しもこういう人たくさんおいでると思うけど、ニッチもサッチもいかない問題の第1位はお金の問題だと思いますよ。だけどその時に僕はおかげさんで救世主が現れましたけど、救世主が現れるような生き方とか、その救世主が現れるようなその自分の僕は何のためにこの仕事をやってんのやっていうのがね、やっぱはっきりとあれば、その洗面器持って歩くことも別にそんな辛くもなかったし、なんか困難しながらでも将来自分はちゃんと事業家になってっていうね、なんかそんな思いあったんで、なんかこう水戸黄門がなんか越後のちりめん問屋みたいにしながら自分は決して天下の副将軍ではないっていう風な、そのことをよう頭を思い浮かべながらね、自分は何本儲かっても洗面器持って歩き切ったるって、なんかそう思ってやってたことが、実は過去に蒔いた種がその時花開いて救世主が現れるということにつながったんですよね。なんであれを乗り越えた時、僕はもう本当に二度ともう天狗にはならんって、そういう教訓をいただいたという
そういう、まあ、あの体験がありますね。あんまりこういうちょっとあのちょっと切ない話なんで、あんまりこう会、ね、講演会場とかではこの話はあんまりしたことないんですけど、そんな話でした。きよみさんって言うて、僕が喋ってる間になんか画像が止まって、ああ今また動き出した。伝わりましたか？伝わりました。ああよかったよかった。そしたらちょっとずっとご無沙汰してましたけど、北九州のこわもてさん喋って、ちょっと歌手で喋って、そう、音がミュートになってんのって。ああ今聞こえた今聞こえた今聞こえた。でこわもてさんもなんか俺質問とかあるんですか？はいはいはい、ほう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 、何ですか？うわ、なれた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 、はい、はい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 、分かってますよ。そのあのニーソの悪さは忘れたくても忘れられないんで。はは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 はしょうもない。あの Facebook や YouTube でご覧いただいている皆さん方は何のやり取りで笑ってんのかと思ったと思うんですけど、そうですね、あの北九州にあの僕の大好きなですね、あの名前知らないんですよ。あの僕いつも頭頭って、まあそういうこう建設現場系の方ですし、あのもう頭言うて呼ぶのがもうドンピシャハマる人なんで、あの僕もあの愛を込めて頭頭言うてるんですけど、めっちゃこわもてなんですよ。本当ね、この人ね、あの普通にあの例えばアクアとか、あのめっちゃ可愛い車乗ってね走っててもしょっちゅうあの職務質問に合うんですよ。あのパトカーとすれ違えばパトカーがなんだこいつみたいな顔で睨まれて、そのまんまうーってもうサイレン鳴らしながら U ターンしてきて止められて、あの何のご用で出かけてるんですかみたいなね、普通の人なら止められることもないであろう、そういうのももうしょっちゅう職務質問を受けてる、あのそういうこわもての方なんですね。でそのこわもての頭があのこの間から俺文明さんに質問してる内容なんですけど、あのって言って何やったっけと思ってね、改めてちょっとドキドキしながら聞いてたら、全国津々浦々僕が行ってて、その中でこわもてベスト10っていうのがあるとするなら僕は入ってますかっていう話なんで、はっきり言いましょうか、ベスト3に入ってますわ。きっちりベスト3に入ってますわ、ありがとうございますって礼言われても困るんですけど。YouTube のコメントにも悪い顔っていうコメントいただいてけどこの頭ほんまね、ほんまこわもてなんですよ。あのなんかね、皆さんも直接お会いしたら多分うわこの人はちょっとね、あの素人じゃないって誰でも思うと思うぐらい、まあこわもてなんですけど、でもねめっちゃ素直なんです、心が。でね、めっちゃピュアな人で、で僕今もハマったまんまなんですけど、僕は携帯電話であのゲームとかああいうのあんまりこうできないというか、なんかや息子に教えてもらったりしてなんかやることあるんですけどね、やり始めるとね、なんか急にいやこれに勝ったところでどうなんやろうとかね、なんかこうすげえ冷めた目でものを見てる自分がこう出てくるんですね。でそうするとやってることはおらしいなと思えてきて、なんかそのゲームが長続きしないというか、長く要請のですけども、できひんのですけどね、たった一個だけもうかれこれ半年以上もうずっとハマり続けてる、あれゲームなんかな、あの4文字熟語のクロスワードパズルがあるんですよ。
でこれはまあこうなんかこう複雑な形になってて、例えばあのここに生成ルテンとかなんかバンコフエキとかね、なんかこうそういうのがこうなんかこうどっかとどっかとかこう繋がってて、4文字熟語でこう全部埋めていくとこう一面がクリアみたいなやつを、僕はとりあえず今現在で1500面ぐらいはクリアしてるんです。もう1500面、一つの面をクリアするのにどうかな、15分ぐらいかかるかな。けどもう今僕ね、あの4文字熟語に関しては相当今レベルが上がってると思うんですね。あのクイズ番組、今日も日曜日やったからのアタック25を今日も真剣に見てたんですけど、今日はまあ、あのラサール石井があの優勝した過去の再放送をやってましたけどね。だけど僕はあのクイズ番組始まると結構あの本気で回答者になったつもりでこう答えたりしてるんですけど、あの東大王とかね、あんなにはもうとてもじゃないけど及ばないでしょうけど、4文字熟語の問題が出てくるともうね、相当早く僕答えられるぐらいこうレベルを上げてきたんです。なんでこのこわもての北九州のこの頭にね、僕4文字熟語を一つ作ってプレゼントしたんです。でそしたらそれ妙に気に入られて、どんな4文字熟語かっていうとね、狂顔素直っていう4文字なんです。狂顔っていうのは怖い顔だけど、心は素直と書いて怖い顔素直と書いてね、狂顔素直って多分今までにはないあの4文字熟語、顔は怖いけど心が素直な人もいるもんなんだぞと、だから見た目だけでお付き合いをしちゃいけんぞというようなあの意味も込めた4文字熟語を僕が勝手に作ってこれとにプレゼントしたら、この間 T シャツにちょっと中村さんサインしてくださいって言うから、おいいっすよっつって書こうかなと思ったら、あの狂顔素直へって書いてくださいとかって言われてなんか自分でプレゼントしたその4文字熟語を字に書いて T シャツへね、なんかプレゼントしたというなんかそういう逸話をなんか継ぎ足さないと、この質問に対する答えがあまりに僕の答えが薄っぺらかったからですね。ですからちょっとこうあのおかずをくっつけさせてもらって皆さんにお届けしたような次第でございます。頭、もう他に質問ってありません？急に振られると弱いですよね。急に振られると弱いですよね。もうアドリブ力がないということはまあ顔に書いてあるんで大体わかりますけど。あ、ね？ああ。はい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 、あ、人を喜ばせるのが僕も大好きだと。でも人を喜ばせることに行き詰まるんですか。あ、僕は行き詰まることがあるかと。かと言いますとですね、このちょっとこわもてさんはまあ、ちょいちょいねワードが出てきますけど、五円紬大学っていうその僕が主催しているこう人間力を上げる勉強会っていうのが、まあ、全国にたくさんあって、でその北九州校の4期で参加してくれてたんです、このこわもてさんが。でその最終終了式の後にまあまあみんなでドーンとパーティーで締めくくって楽しもうぜっていうね、でもみんな何べんも顔を合わすからほんまにみんなこう濃い中に深い絵になっていくんですけど、で最後にね、みんなで心一つにやろうぜとか言うて、この人の呼びかけでなんか知らんけどええ大人が、あの時オブザーバーも含めて7、80人おったと思うんですけど、なんか急にこの人の命令でなんかねフォークダンスを踊らなあかんになってしもてですね、これなんか知らんけど僕はその若い時にハチパキ巻いてキュウリ立てて軽トラでヤオヤいうあのエピソードをなんか人数分かける2のキュウリを段ボールで買うてきてですよ、でみんな手ぬぐい渡されて2本ずつキュウリ頭に立てさせられて、あ、ええ大人が手つないで70人か80人でチャンチャンチャララン、チャン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 
僕はその人に喜んでもらいたくてあの時もあんなことをしたと。でもその次の5期6期とかになった時もなんかそういうおもろいことを仕掛けたいけどなんかその行き詰まってきてると、なんかアイデアが思い浮かばないとかいう話でですねあのもう思い浮かばなかったらかしらもうなんかその次はもうなんか薄のろバカかなんかにしましょうと。なんかね、あの薄のろバカ薄のろバカ言うてなんか トランプ回すみたいなのとかでもいいですし、まあマイムマイムに限らずですねあの何でもありますわまたあのその辺で煮詰まった時はまたあの個人的にご相談いただけたらあのあなたのためなら時間を割きますのでですねあのまた相談してくださいもうあなたのままで生きていってください了解ですか、ありがとうございます。まあまあそんな感じでございました。じゃあ、最後お三方目岐阜の、田中さん、なんか質問を持ってきてくれてるんですか。あかんやん、うん、あんまりやりたいことがないらしいんですよこの岐阜のこの方は。やりたいことがない。おお、それで普通じゃないですか。趣味でやりたいことはあるんだけど、趣味以外のやりたいことって何あるんですか。仕事でやりたいことをやるってこと。ああ、言われたことをやってるけど、まあ楽しくやれてると。けどそれ田中さんちょっと危険信号ですよ。あのこの間僕なんかでチラッと見て最近ちょっとすぐパクってもうて公演でもあのネタに使わせてもうてますけど、あの言われたことだけやってると人間は退化するらしいです。で自分で考えて動いてると人間は進化するんです。これをね毎日自分に問いかけるだけでも未来と人生は大きく変わりますよ。だって言われたことやっとけ別に文句言われへんやろう、言われたことやっといたらこれできちっと責任果たしたことになるだろうで満足してる人は知らず知らずのうちに脳みそが退化していくんです。けどそれ以上の相手の予測を上回るとか、ね、言われたこと以上にもっとやれることがあるんじゃねえかなということを自分で考えたり見つけ出したりしながら毎日そこに自分の満足感のなんか合格点をねそこに設定しておくと、これも日々の積み重ねで人間は進化をするんですよね。対価を選ぶか進化を選ぶかは言われたことだけやってるのか自分で探して動いて変えていくかに関わってきますからね。今だからちょっとあの禁句をポロッと今言ったんでちょっと思わず引っかかってしまったんですけどもさあ反撃反撃してみてください、反撃を。田中さん趣味多いんでしょ結構ね。だって僕らたまに、まあ、あの台湾にこんなおみこし奉納に行こうぜとか、ちょっと去年もあのあそこの パラオ共和国ね、パラオのペリリュー島にねあの花を手向けながらあの慰霊の旅に行こうとかね、なんかそういうのもこの田中さん参加してくれて、あの中学生の息子もねあの連れてきてくれてね、あの時親子揃ってカメラ小僧になってましたもんねお父ちゃんもカメラ撮りまくって息子も写真撮りまくってもう親子揃ってカメラ小僧って珍しいなと思いながら、あ写真も趣味でしょね、仕事にもなってんちゃうんですかあれ。ちょっとね仕事にもなったり、プライベートで言うと写真、トライアスロンに出るの、はあ、ああシーポの自転車でしょ、シーポ、つぼあのシーポっていう自転車屋の社長さんと友達知り合いやから、あのうちの息子が自転車買う時もシーポの自転車買え、シーポの自転車買え言うて言われてたけど、そうやけどあのまあ神戸のね兵庫のね。うちの息子がもう浸水してる監督さんは
いや、シーポーはちょっとお前のタイプではないとか言われたんで、シーポーの自転車買わなかったですけどね。あ、今ね、そのうちの長男も、今帰ってきてますよ。だから夏に、7月に、鳥取の海家で、鳥取の海家温泉っていうね、海家いうところで、あれ結構伝統のあるトライアスロンのレースなんですけど、それも中止になったって言ってね、もうめっちゃ残念があって、でもほんまに好きなんでしょうね。今朝も朝僕が9時頃やったか起きて、でちょっとたた起きてきて、でパッパッパってご飯食べたら、もういきなり自転車乗る格好に着替えて、でちょっと今からバイク行ってくるわとかっつってね、もう毎日乗ってますよ。毎日で、今日は何キロ乗ってきたっつったらね、この間は140キロぐらい乗ってましたし、140 うちのミスポラはちょっと出るっつったら100キロぐらい普通に走ってきますよ。もうぜーぜーはーはー汗だくになって帰ってきて、ほんでちょっとだけ昼寝して、でさっき一緒に夕飯食べてたんですけど、なんか友達から走りたいんやって言って、でラン付き合ってくれとか言われて、ああ喜んでお前泣かしたるぞとか言いながら、今ちょっと走りに行ってますわ。ちょっと今このリアルタイム、今のこの時間で、昼今日も70キロぐらい走って自転車乗ってきたのに、ちょっと今日は70キロで物足りんかったから、ちょっと15キロぐらい走ってくわとかっつって行きました。もううちの息子らはもうそれがなんかわざわざのトレーニングという感覚よりも、もうむしろ日常って感じですね。もうご飯食べたらバイク乗りに行くとか自転車乗りに行くとか走りに行くとか、まあ泳ぎができないんで、せやけど、どこもかしこもプールに入れないから、だからもしかしたら見方を変えると今チャンスタイムかもしれんとか、なんか今日言ってましたけど、だからウェットスーツ着て、この今の海でうごわ一人で泳いでるやつおったら、ほんま警察に通報されるかなとか言いながら、ちょっとウェットスーツ着て泳ぎにも行こうかなぐらいのつもりでいるみたいですけどね。田中さん、お年おいくつでしたっけ？44。おでもトランスロンね、結構、年齢になっても続けてる人いっぱいいますからね。おいおいおい、さからなんか変な声聞こえた。なんか今変な声聞こえへんかったですか？あ、これに映ってるからみんな見えてるわけ。Facebook や YouTube の人も。この田中さんの顔は。ああ、見えてます、見えてます。見えてる。声は聞こえないですけどね。すいません。線だけこうできたらちょっと声も聞こえるようになるかと思いますけど。トライアスロンに、まあ、今別に田中さんの趣味は何でしょうかコーナーやってるわけじゃないんで、なんかそのトライアスロンやりながらの悩みとかないんですか？楽しんでるんですね。それは良かったですね。じゃあ悩みもなくて幸せな人生を歩んでるということですか？田中さんの、そういえばこの一番、唯一悩みがある、それを早く言うてください。その唯一の悩み、なんですか？フィジーに行ってんの？息子？留学して行ってんの？あいつ中学生でしょ、まだ。4月から高1になったけど、高校、日本の高校じゃなくて、フィジーの学校に行ってる。どうしたもんかな。フィジーも、そうなん、フィジーもコロナショックが起こってるんですか。なんかフィジーなんてなんかとってもなんかなんくるないさみたいな、なんかね、適当な感じなイメージありますけど、フィジーでも行けてないんや。14人出ただけなのに都市封鎖になってる。もう外出禁止みたいな。ほんで日本に帰ってこようと思っても帰ってこられへんわけや。そう、学校も行けへんし、出たらあかんし、
そりゃ中学3年生卒業したばっかりの15歳が外国で外出禁止令に出くわして学校も行けないどこにも出れないの中で今苦しんでいるわけですね。でこれ見方を変えたらそれを乗り越えたらめっちゃすごい男になるんちゃいます。もうその時点でネタ作ってますやん間違いなく。そうか、こういうのかけようがないですね。 LINE はね、つながる。そうそう、外へ出ることもいかんのですか。自宅へ出ちゃいかん、スーパー行く以外家におれんちゃうつ。ほら写真も撮られへんですね。写真も撮られへんだよ。そうか、そうか、写真でなんかできんかな。なんか絨毯の中にいるダニを撮るとか、ね、そういうなんかあの微生物カメラマンとか目指すとか、ね、あかんかな。めちゃくちゃいるってダニはね、いっぱいいそうやもんね。なんかもうめっちゃ高温多湿な感じするから、僕の友達もフィジーおってもうダニがすごいねって言うとったからね。そうか、ダニの写真撮ったらどう？なんかそれ用のこうだからすごいレンズの先っちょに何かつけたら微生物まで写せるとか言うて図鑑も一緒に送ってあげてさ。めっちゃおもろいコメント来ましたよ。え？ダニラマン。なんかね、コメントでおもろいの来ましたって、あのな、ダニラマンって俺はダニラマンって言いながらやればおもろいじゃない。飲み未満とかね、なんか、飲み未満とかさ、ダニ未満とか言うてさ。LINE ブロックされないように、お前な。でも、唯一つながってるね、親との一本の LINE はブチギランでしょう、息子。なんかあの子優しそうな子やったですもんね。優しい子やった。なんか最初ちょっとね、ちょっと人見知りっぽいとこあったけど、あのパラオじゃないか、パラオか、パラオにおる間ね、もう後半の対応喋って、なんかこう マニアックな雰囲気を持ってそうな子やったから、いいじゃないですか。なんかね、コロナちょっと収束が見えてきたら、だって14人しか感染してないんやったら、むしろ収束するのは早いっちゃめっちゃ早いと思いますよ。そしたらその、なんかそのね、その日本では取れないようなものもいっぱい取れるやろうし、だって将来をね、別にね、その国語算数理科社会のなんか学力だけで英学校英会社っていうね、その道が全てじゃありませんし、むしろ今やもうその路線はもう神話みたいになってきてるんですから、だからこうとんでもない経験をしてきたり、突拍子もないような経験をしてきてるようなカメラマンとかって、僕おもろい、僕のねちょっとお話も何倍もしてすげえ一時期ね、温暖化云々の時にちょいちょい関わってたカメラマンの方は、もうこの人プロのカメラマンですよ。でそれでしっかり飯食ってますけど、この人はねアザラシしか撮らない専門カメラマン。アザラシだからニッチなものを狙う方がいいんですよ。ニッチなもの、誰も注目しないような。なんで僕はダニとかノミとかって言ったんですよ。なんかね、誰も注目しないようなそのニッチなものもマーケットを世界に広げれば何もでもお客さんいてますから。なんかありがちなね、例えばグラビアアイドル撮るとかみたいな、何もでもいますやんそんなのね。でその中にいたらもう競争とかね、値段が高いの安いのみたいな話になってくると、本当にやりたかったことは何だったんだろうかみたいなっていたりして大変ですけど、ほんま今の冗談なしにダニ2万でもノミーマンでもね、すごいこうなんかニッチなね世界で、でノミとかも例えばやから、もう絨毯の中からたくさんもうピンセットで集めて、でビーカー入れて、
それでその、 あの動画とかで、あの YouTube とかも上げたらいいんじゃないですか。その飲みが B か中に10匹いますと、でその10匹いる飲みもあのこう蓋をしておくと、最初こうぴょぴょ飛びてね、で蓋にぶつかって、で何遍もぶつかって落ちて、ぶつかって落ちてすると、もう飲みは飛び出ようとはしなくなるじゃないですか。で蓋を外してももう飲みは1匹も飛ばなくなるんですよ。これ人間と一緒なんですよ。で小さい頃から親や大人たちにダメだダメだって言われると、もう努力することをやらない子供に育ってしまうって。けどその10匹のもう飛ぼうとしないのみの心にもう一回スイッチを入れる簡単な方法があるんですよ。蓋があるということを知らない新しいのみをそのビーカーの中に入れたら、この新しいのみは、え、なんでお前ら飛ばへんのって、蓋ないんでみたいな感じでピョーンって飛ぶんです。そのピョーンって飛んだ姿を見て10匹のみんなが、え、いつ蓋なくなったん言うて、知らんかったやんって思った瞬間、1人が飛んだら後追うて10匹全部飛ぶんです。でビーカー空っぽになるんです。これ人間のこんなでかい脳みそでいろんなことを知ったり、いろんな科学やいろんなもの進歩してきてるのに、実は心の部分でやっぱり人間っていうのは弱い部分があって、言葉一つでダメだダメだとかね、お前には無理だとかね、世の中そんな甘いもんじゃないんだとかね、でそういうマイナスの言葉を聞かされると飛ばないのみになりますけど、でも頑張って飛んでるのみを一人見せてあげるだけで、もう一遍昔の自分を取り戻して頑張れるようになるっていう。でそういうのを、例えば僕はコロナの時にその話が本当なのかを証明したくなってやったんですとかっつってね。でそんなん中学高校1年生が孤独なフィジーの部屋の一室の中でなんてやったら、なんかあの子らしいマニアックな一つのストーリーできるじゃないですかね。だからその何畳かしかない部屋の中にも、例えばチャンスはいくらでもあると思うし、見つけよう思ったらネタは落ちてると思うんですよね。ここにいるからもうダメだとか、もう寂しいから出口がないからとかってこれ言い始めると、人間は悲しい悲しいばっかりのマイナススパイラルに入っちゃいますけど、いや、その部屋の中でも例えばできることあるよっていうようなね、なんかそういうことを言葉なり何かでなんかね教えてあげたり、なんか見つけさせてあげる手伝いをなんか大人がすると、あの例えばうちのお父さんはどんな状況でも楽しむことを絶対忘れない、あんな性格の人間に僕もなりたいとかね、うん、親子の絆も LINE 一本しかつながってなくてもできますよ田中さん頑張ってくださいいやなんかちょっといい話になりましたねこれっていうような感じで、まあまあ今日でこれで今まあ47分ぐらい喋ってますけど、まあね、まあ、このお三方も今日から急にちょっと僕、そういうちょっと質問みたいなもんとか、もしくは他のね周りの不特定多数の方々になんか自分の悩みが知られてしまっても別に噛めへんっていうような方は、まあ、明日ももしかしたらまたね多分やると思うんで、暇やからですね3人募集しますみたいなのがまたうちのウォーリー君がで、そういうのをまた Facebook とかあんなんで投げかけたら、いやどうしても聞きたいことあるんだみたいなことを、お持ちの方はよかったらこの Zoom の、3人の枠の中にぜひとも入ってきてほしいなと思いますし、またその皆さんが何かを投げかけてくれるんで、その1時間という時間が持つなという、もう探偵ナイトスクープみたいな感じになってきましたけど、この番組は皆様からのご依頼によって成り立っておりますみたいな、そういうことですね。ご依頼だから皆様の質問や悩みによって、この中村文明のしゃべり場という、これが成り立っておりますみたいなですねうまいこと言うやないですか。僕の大好きなテレビ番組の一つは探偵ナイトスクープなんですよ。探偵ナイトスクープとか世界の車窓からとかね、それとかあれとか好きやな、久本雅美の司会の何だっけ、日本中の美味しいもんがどうのこうのとか。分からんすね。分からんの。テレビ見えへんすからね。分からんでしょ。え？なんて？そう秘密の県民賞。秘密の県民賞は僕は出てくるもんが大概食べたことがあるんですよ。
日本中隅々まで行ってますし、で行くとよう言うのが、文明さんどんなもん食べたいですかって聞かれるんで、そうすると僕よく答えるのが、あの僕じゃなくて、これが秘密の県民省のディレクターが来たとしたら、あなたならこの地域のこれを全国の人に知ってもらいたいというような、もうみんな大好き B 級グルメみたいな、そういうのを連れてってくださいよっつって僕大体よく言うんで、あのなんかあんまごちそうみたいなもんよりは、僕はそういうあの B 級グルメ的なもん好きやから、なんであの秘密の県民賞大好きやし、あの何でも鑑定団もすごい大好きですからね。蔵の中からわけのわからんもんが出てきたりする、ああいうのもね。例えばちなみにこの三重県伊勢市に秘密の県民賞来て、伊勢のソウルフードって言われたら、さあオリ君ならどうしますか。ソウルフード、唐揚げ丼ですよね。唐揚げ丼、満腹食堂の満腹、いやけどソウルフード3つちゃいます。伊勢のソウルフードは3つ、伊勢のソウルフード3つ、1つは唐揚げ丼、唐揚げ丼、うん、で、クックンのドライカツで、モリスパこれ以外ないでしょ。これもね、もうめっちゃ伊勢の人だけが笑える話で伊勢市民以外は全くわからない話なんですけどね僕も3つと言われたら彼と意見が全く同じなんです。1つは満腹食堂っていうところが出してる唐揚げ丼っていうのが1つあるんです。で、一つはクックっていう店があって、そこのドライカツカレーが、これ二つ目なんです。で、三つ目は、モリっていう名前の喫茶店なんですけど、そこが出してるスパゲティがありまして、みんな通称、モリスパ、モリスパって言うんですけど、普通サイズで280円、大盛りサイズで380円、鉄板に入った、いわゆるこの、あれ、ナポリタンかな、ナポリタン。ナポリタンかな。うん、で、あの、安物のウインナーを半分に切ったやつが、3切れだから 1.5 本分乗ってて、で、あの下に卵を溶いたやつがこう敷いてあって、でね、めっちゃ油ぎっしゅなんですよ。ですから、その鉄板で下にあの木のプレートがのある上に鉄板乗ってるやつやけど、めっちゃ油ぎっしゅなんで、なんとかペーパー、この口拭くあのペーパーを大体みんなこう1枚サクッと取ってね、でそれをこう畳んで畳んで畳んでしたやつをこの片方の下へこう敷くんですよ。でそうするとその油が片方にこう偏るんですよ。それで麺をこっちの方に寄せながら食べるのが基本やろ基本やろ、もう伊勢市民はみんなそうやって食べるんです。でたった380円なのにかなり大盛りで、あの中学生高校生のたまり場なんですけど、僕も高校時代は頻繁に行って食べてたモリスパが一つですね。でクックはね、これはもうすごくね、量がボリューミーでですね、そのドライカツカレーっていうのがあるんですけど、あの普通ドライカレーっていうと、あのカレー味のチャーハンがドライカレーだと思うんですけど、あれにそのドライカレーにもうカレーチャーハンですね、いわゆるそれにめっちゃうまいカレーかかってるんです。さらにとんかつ乗ってるんです。でこれのご飯の量がほんまに普通のカレーの 1.5 倍以上あるやろな、それぐらいですね、 1.5 倍はあるやろな、ね、それ仮に大盛りなんか頼んだらもう高校生ぐらいの時じゃないと食べれないぐらいのスーパーボリューミーでですねでそれもドライカツカレーっていうのは看板には載ってはないんですけど、なぜかその裏メニューを全員が知ってて、でおっちゃんドライカツ、ドライカツで、そこのおっちゃんがまたあの魚釣りが好きなんで、自分が釣ってきたこんなでかいクエとかのなんかこう魚拓とかがやたらこうあの壁にいっぱい貼ってありましてね、であのとにかく安くて美味しいでね、もう例えば僕ら高校の時なんかでも4人5人で行くと、もうそのやつをね、ドライカレーをね一気に作るんですよ、そのおっちゃん。もう見たことないようなでかいフライパンでもう僕らそれ見るたびに、おっちゃん絶対腱鞘炎なんで言うてね、でも何遍も腱鞘炎になって包帯巻いてる姿を見ましたけど、最近はなんとあのたった12、3席しかないお店なんですけど、もうずっとそこはもう中高生たちの本当に愛されてる店ですから、今はそこの息子さんがね一緒に後継ぎに入られて、親子で一生懸命頑張ってやってますよね、うん、でそれがクックのドライカツで、最初に言った唐揚げ丼っていうのは、これは宇治山台駅っていうところから歩いてすぐのところにあってですね、だけど僕は満腹食堂はあんまり行ってないね、あんまり行かへんかった。
っていうのはなぜかというと、はい、あそこには、はい、みどりちゃんっていう娘と上の姉ちゃんがみどりちゃんっていうね、はい、で下の妹はあかねちゃんっていうねでこのみどりあかねの2人 の姉妹が美人姉妹だっつって結構有名 でその、あのみどりちゃんが僕の一級下で僕と同じ高校に来てたんです。みどりちゃんもあかねちゃんも。だからうちの高校ではあのべっぴんはあの満腹食堂の娘なんだというところから、なんか僕らの一つ上の学年が満腹食堂に行くということはそのみどりちゃんやあかねちゃんに気があるからなんじゃないのかみたいな、こうあらぬ変な噂が立つというのがあってですね、でそれで僕はその満腹食堂にはあんまり行ったことがないんですけど、ですけどそれから月日が随分流れましてね、である時あのその美人姉妹は僕のやってたお店にも大人になってからね、あのちょいちょい遊びに来てくれて、ほんで何がきっかけか僕の友人の、まあ、近鉄に勤めてるですね、あのコマちゃんっていう、あのコマちゃんってすごい久しぶりやな、いつもこうちょっと唇こうね、ちょっとこう唇がこうプリってしてて、そのくせね、もういつもこうなんかささくれてんですよ。もういつもなんかコマちゃんの唇のこの細い皮むいたりたいなと思うような唇をお持ちの方なんですけど、このコマちゃんがこの人頭良くてね、で何だったかな、僕がこう創作カクテルみたいなのをいろいろこう作ってて、でネーミングを考えてた時に日本酒をこんな変な話面白いかな、日本酒をベースにちょっと桜の香りと味がする、で桜の葉っぱをこう一つ一輪浮かべる、その、 和名はね、僕が考えた和名は早春の山桜っていう名前のカクテルだったんですよ。早春の山桜っていうね。ほったらそれを聞いたコマちゃんは、この人すごくインテリジェンスで頭いいんですよ。大学は阪大、大阪大学出てる人で頭良かったから、うーんって言いながら何でもね、こう英語に変える人なんですよ。何でも英語に、例えばせやな、そのね早春の山桜っていうのを僕がそのコマちゃんに出した時も、うん、早春の山桜ですか、いいですねって言いながら、その直後に英語に変換したんです。なんて言ったかって言うとね、アーリースプリングマウンテンチェリーブラッサムやったかな、なんかよう分からんけど、そのまま英単語をつなげただけやんけ、つなげただけですね。まあ、僕の他にもね、三重県の名張の方の友人で高山幸久いうやつおるんですよ。こいつもコマちゃんに似てるかもしれん。高山幸久ってね、まあ、あいつらで名前言うてもええと思いますけど、高山って神様の山に幸せが、あ、これノリかこれ、なんかついてる、神さんの山に幸せ久しく永久の旧ですよね。で高山幸久っていう名前なんです。でこいつ自己紹介の時いつも言うんですよ、ゴッドマウンテンハピネスフォーエバーって必ずね、自己紹介で言うんですけど、これと非常に似てますね。アーリースプリングマウンテンチェリーブラサムみたいなね、なんかそのささくれだったコマちゃんとその下のアカネちゃんが結婚をしたんです。うちが確か出会いの場だったんじゃないかなというハッピーなニュースで締めくくれたらなと思って強引にそこに持ってきたわけなんですけれども、まあこういうくだらない話をですね、もうコロナがどうとかね、ちょっと昨日まではややか言うてましたけど、もうなるようにしかならんので、もうなんか今日話せるおもろいこと話していく、でそういう質問なりお悩みで成り立っていくという1時間ものをまた明日からも懲りずにやっていきたいかなと思いますので。 YouTube クレーム来てますよ。え、めっちゃ腹減った、飯食べや、何食べよっつってコメント欄にいっぱい。そう、クレームなの、今俺のクレームっていうかクレームではないし、クレームじゃねえやろそのドライカツカレーとモリスパの説明が上手すぎて腹減ってきた。上手すぎたもう9時も回りますんで、あまりたくさん食べ過ぎて体調壊さないようにお気をつけいただいてですね、探偵ナイトスクープじゃありませんけど、この当番組は、皆様からの悩みや質問によってこれから成り立たせていこうかなということで、それの受けがよろしいようであるのならば、またその加工を版というような形で進化を遂げていきたいかなと思いますので、自分でたくさん考えて、進化し続ける時間を皆さんと共有できるよう、今後ともどうぞよろしくお願いしたいと思います。お三方、
お忙しい中、長いことお付き合いいただきましてありがとうございました。後半何も喋ってないですよね。また遊びに来てください。ありがとうございました。 Facebook でつながっている皆さんや YouTube 見てくれている皆さん、どうもありがとうございました。またよろしくどうぞ、はい、また明日、3名ほど募集しますんで、はい、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。これがちょっとどれ出てきてるかな。